これより会議を開きます。内閣提出雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日参考人として独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構理事長小林俊治君の出席を求め意見を聴取し、政府参考人として法務省大臣官房審官上富俊信君、厚生労働省医政局長原則久君、医薬食品局長今別府俊夫君、職業安定局長岡崎純一君、職業能力開発局長杉浦新平君、雇用均等児童家庭局長石井敦子君、政策統括官唐沢武君の出席を求め説明を聴取し、また会計検査院事務総局第5局長太田雅人君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。玉木雄一郎君。おはようございます。本日も3回目になりますけれども、短期集中特別訓練事業について質問させていただきたいと思います。一番最初に私はこの委員会に、質問の機会をいただき質問に立ってから、1週間が経ちますけれども、一番最初に質問をさせていただいたときには厚生労働省の担当者と GIDO の担当者が接触をしたということは最初お認めになられましたけれども、例えばそこで使用書を見せたようなことがありましたかという話を聞いたときには調査中ですので答えられないというのが一番最初でした。そして前回の委員会でどうでしたかと聞いたら、使用書を前日、入札工事の前日、機構に出かけていって、見せたというか説明をしているということが新たに明らかになりました。そして大臣の口からはその後飲食を共にしている、二次会まで行っているという話も明らかになったわけであります。そして今日は新たに我が党から要求をしていた資料が出てまいりまして、これも前回大臣に触りのところだけお答えいただいたんですが、12月9日にこの担当の課長さんが独立行政法人この GIDO の担当者と会っているという、その話も認められたわけでありますけれども、資料要求によってその詳細な議事録が出てまいりました。今日はその議事録に沿って少し、質問させていただきたいというふうに思いますけれども、まず12月9日この日はですね、この2日後に平成25年度の補正予算が閣議決定をされる、その直前であります。予算編成のもうほぼ形が分かり、予算をまさに編成する最終過程の段階でありますけれども、もうこの段階ですでにですね、後に落札することになる機構と、そして担当課長以下厚生労働省の関係者があって、かなり詳しい打ち合わせをしております。でしかもこの時も同じなんですが、厚生労働省から機構の方に出かけていって打ち合わせをしているということがこの議事録から明らかになりました。資料の1をご覧いただきたいと思います。でこの議事録の中に出てくるんですけれども、12月9日です。やり取りの中で、概要ですのでその通り言ったかどうかはあれなんですが、ただ趣旨としては明確に記述されているのは一番上に書いてます。厚生労働省の側から機構には認定審査等業務の一部を受託していただきたいと、こういう話が出てきます。前回は入札工事前日の打ち合わせについて質問いたしました。工事の前に、入札工事の前に使用書を説明して、そして機構の側から確かこれ一社応札になっても大丈夫なんですかねと、
そういう懸念が機構の側からも示されるようなことがありましたけれども、この12月9日はそれをはるかに遡る予算編成の、まあ、最終段階の時期でありますけれども、この時からですね、繰り返します、厚生労働省の側から機構に出かけていって打ち合わせをし、そして厚生労働省の側からこういう発言があります。業務の一部を受託していただきたい、入札工事は当然行われてませんし、そもそもどういう形にするのかも決まってない段階で、まあ、もっと言うと予算の閣議決定も2日後ですけど、まだ行われてない段階でですね、機構には業務の一部を受託していただきたいということを厚生労働省の担当者が言ってるわけです。これは、まあ、後に企画競争、競争入札になっていきますけれども、そもそも最初からですね、補正予算を組んだときから、機構が事業を落札することを前提にした、まあ、いわば完全な出来レースであって、後の入札は偽装入札とも言っていいようなものになってんじゃないですか。そのことを表してるんじゃないですか。このことを改めてまず伺いたいと思いますけれども、機構には認定審査と業務の一部を受託していただきたい、こういった発言を12月9日の時点で厚生労働省の担当者から言っていること、これは事実ですか、大臣。田村厚生労働大臣。12月9日でございまして、まあ、補正予算の閣議決定前であったこの時期でありますけれども、ちょうどですね、雇用保険部会においてもこの事業内容について検討を行っている最中でございました。このような中においてですね、まあ、機構を訪問した状況及び発言した内容について関係者から我々聞き取りをしたところでありますけれども、機構が求職者支援訓練等の訓練認定審査の業務についてのノウハウを持っているということからですね、まあ、事業の詳細設計にあたって必要な意見交換を行うため、職業安定局及び職業能力開発局の担当者が説明に訪問をしたということであります。意見交換の中で今委員がお話がございましたけれども、事業が認められれば中央職業能力開発協会に基金を造成することになるわけでありますが、協会は都道府県単位の組織がないことから、訓練認定審査業務を外部に委託する可能性があること、そしてその場合には、協会が受託団体の募集を行う可能性があること、そしてその募集が行われたときには、機構も入札などへの参加を検討してほしいというような発言をしたということであります。これはですね、求職者支援訓練等で、訓練の認定審査の業務の実績やノウハウのある機構にも、協会が、まあ、委託先を募集した場合には、入札等に参加してほしいとの趣旨での発言であったというふうに聞いております。まあ、これは我々が聴取をする中でのその当事者からの話でございました。まあ、しかしですね、昨日も厚生労働委員会参議院で申し上げましたが、まあ、あくまでもこれ、厚生労働省だけでですね、調査しておりますと、その信頼性というものもございます。そういうこともございまして、まあ、監察本部の中に第三者の方々が入っていただいておりまして、まあ、この中の有識者、まあ、弁護士資格を持っておられる方でありますけれども、この方に入っていただいて、これから調査、それからこの今までの調査の検証もしていただきたいというふうに思っております。その再調査の中においてですね、当然機構の方々からも聞き取りをさせていただくという話になると思います。まあ、このような内容であるのかどうなのか再度ですね、調査をさせていただきたいと思います。なお、その後ですね、直ちに電車で記帳をしたということであります。本人は玉木雄一郎君。大臣、私、まあ、この議事録を一字一句ですね、まあ、もちろんメモですから正確に書いていないところもあるのかもしれませんが、今大臣がお答えになったのはここでの発言は、まあ、入札になるので
まあ、入札にその時には参加していただきたいという趣旨で言ったということなんですが、もう一回資料1見てください。これはですね、入札に参加してくださいという趣旨で発言しているというよりも、業務の一部を受託していただきたいというふうに言ってるんですね。でこれは大臣ね、私、まあ、これ3回目やらせていただきますけれども、最初いつもそういうお話をされて、でだんだん後からですね、まあ、この資料もそうですけれども、こう資料が出てきてですね、で後に認めていくと。で今、弁護士入れて第三者性を高めた調査にしていくということはですよ、今まで特に3月11日に我々にお示しいただいた調査結果は、その第三者性がなかったということを逆に認められるということですか。そういう調査、つまりね、これぜひ与党の先生にもご理解いただきたいのは、これ我々国会にいるですね、立法府に対して行政側から極めて不十分な情報の提供と説明が行われていて、でこの委員会を開くたびに、で資料要求をするたびに新しい情報が出てきて、そして実はいや、いろいろ接触があったんです、実は事前に説明をいたしました、2ヶ月の前の予算編成時ですでにこういう打ち合わせが行われておりますと、ボロボロですね、どんどん後から出てくるんですね。そうすると最初にいただく調査結果とか中間報告が一体何なのかというふうに思うわけでありまして、でちなみにですね、これこの12月9日黒で塗りつぶしてます。これは同じように議事録を地元お手元に配布をしていると思いますが、厚生労働省側からはですね、職業安定局と能力、まあ、開発局と2つの局の関係者が言っておりますけれども、その名前は消してますが、能力開発課長さんも行かれてますね。でこれは前回の委員会でも申し上げたように、この能力開発課長さんというのは後にこの入札をするときの選定委員会の委員長さんなんですね。でそういう人も同席した中で、業務の一部を受託していただきたいというふうに、もう予算編成の時点で後に受託する落札することになるジードさんにこういうことを言っていることはですね、やはりその入札の公正性や広くオープンにしてですね、より良い事業者を選んでいくということがですね、そもそも最初から根っこからねじ曲げられているんではないかという疑念を持つのは、これ一連の資料を見ると当然そう思うんじゃないんですかね。私、まあ、あえてですね、まあ、今日この辺にしときますけれども、大臣一言確認したいのは、仮に、まあ、3月11日の資料調査結果もいただきましたけれども、であの時点で質問をさせていただいたときに、あれはまあきちんと調査をしたものだということだったんですが、仮にですね、後に調査結果に虚偽の内容が見つかった場合には、これは大臣としても何らかの責任は免れないと思います。大臣決裁を経て出した資料調査報告だと思いますからね。ですから仮に、繰り返しますが、これまで調査結果で出されたものの中で、後にそれが間違っていたり嘘だというものがそこに入っていた場合は、大臣も何らかの責任を取られますか。田村厚生労働大臣。玉木委員ですね、私はあの時こうお答えさせていただきました。その時点で分かったものは出しますと。しかしその信憑性完全に確認されるのは時間かかりますよ。でも皆さんがもう次の委員会まで出さなければ審議できないと、こういう中において私はその時点で分かったことはお知らせしますと、こういうお話をし方したんです。私はこれは真実ですというような、そこまでの確証を持つという話になれば、これはかなりの時間をかけて調査しないとそこまでのものは私は出せないです。しかし皆様方のご要望があって真摯に委員会の方に出さなきゃならないということでございましたので出しました。しかし一方でですね、ちゃんとしたことをやるためには第三者も入らなきゃいけないということで、私は今回ですね、弁護士資格を持っている方に入っていただいて、中身の信頼性も含めて
ちゃんとした調査をやりたい。しかし今度の水曜日また出しますが、それもその方はまだ完全には担保できないと思います。ですからもし本当にこれならば責任持って出せるというものを出すというのであれば、もう少しお時間をいただかないと。それはさすがに前回の水曜日は金曜日ことのことが起こって、で休日を2日挟んで土日と月火ですよ。それはね、そこまでのものはなかなか出せないというのはご理解をいただきたいと思います。それから今般のこの今のお話も意見が割れているんですよね。でそれは私も承知しております。どちらが正しいかもまだこれは確認取れていない中で、今日こういうふうなお話の中でありますから、一方の当事者の話を聞いたことをお伝えをさせていただいたわけでありまして、その内容も私はだからこう言ってるからいいだろうなんて言うつもりはありません。一社にだけ仮に入札であってもですよ、参加してくださいということじゃ、これはおかしいですよ。他のいろんなところにあなた方も入札してくださいというふうに話するならともかく、しかもですね、まあこれまだまだ入札始まる前の話でありますから、だからそういうことも含めていろんな問題があるんです。ですからこれは私は今日今言ったのはだからいいなんていうつもりはありません。こういうような今日は聞き取りの結果でありましたと。しかしそれ自体もいろんな問題もありますから、それも含めていろんな対応はしていかなきゃならんと思っておりますし、事実判明次第ですね、もし重大な問題がそこであれば、その時には適切な処分をさせていただきたいというふうに思っております。玉木雄一郎君。いや大臣、全部ね、その役人に押し付けるようなことは間違ってると思いますよ。少し分けて質問したいと思います。それまでに分かったものについては出すとおっしゃいました。でそれはその通りでしょう。でこれ確認したいのは、時間がかかるので全部が全部は出せないことは我々も理解します。ただ私は聞いたのは、その全容の中でただそれまで分かったものについては出すといった、それまでに分かったものにもですね、実はこれは真実じゃないものが含まれている可能性があるということを今おっしゃったんですか。もう一度お答えください。田村厚生労働大臣。だからこそ第三者の方を入れて、どこに真実があるのかということをこれから検証も含めて調査をさせていただきたいと言ってるんです。今まで言ってきたことが全て真実かどうか、それはまだ分かりません。わかりません。ですからそれも含めてでしか出せないという話を私は初めにしたわけであります。そういう意味で第三者も入れてさせていただくという話。玉木雄一郎君。ちょっとね、今のはちょっと驚きなんですけれども、この3月11日に厚生労働省のクレジットで出していただいた、でこれも我々はその時点で分かったものだということを理解しました。全部分からないので、ただそのいつ何時にですね、ホームページに上げたとか電話をしたとかっていうこの事実はですね、ある程度分かるし、でそのことをちゃんと分かったこと、つまり正確なものとして確認されたものだけをまあ載せていただいたのかなと信じてたんですが、この内容自体も第三者を入れてチェックしないとわからないという今答弁をいただいたらですね、これを前提に話を進めてきた我々これ以上質問できなくなってしまうんですが、あくまでこれだけはですね、いただいたものは真実だという前提で組み立ててきたんですよ。だからこれも間違っている、あるいは真実じゃないという可能性があると今明確におっしゃいましたね。でそのことももう一度、じゃあこれも必ずしも全部真実じゃないということなのか、そのことだけお答えください。田村厚生労働大臣。ですね、当事者にいろいろと聴取しているわけですね。でその当事者がその聴取にのっとって話した内容、それをここに書かせていただいたわけであります。でそれが事実かどうかというものを確認するためには、これ時間いりますよ。それはいろんな角度から調べなきゃいけないんですから。だけど先週ね、理事会等々の話も含めてとにかく分かったものを出せという話でありましたから、ですからそれは金曜日にこの問題が予算委員会で出て、土日を挟んで月火であります、で火曜日の理事会に提出をしろというお話でございました。事実上日にちない中において、役人つまり担当者から聞き取った内容をお示しをさせていただいたということが事実でございます。これからこの内容も含めて第三者入っていただいてですね、
中身の真意というもの、これを確認をしていく必要があろうということであります。委員長。玉木雄一郎君。分かったものをまとめて出していただいたということなんですが、その分かったものということも実は真実じゃない可能性があるものが含まれているということですね。で、私心配するのは、じゃあ弁護士を入れたからといって、その聴取したことがですね、別に捜査権限があるわけでも弁護士にないですからね。何かじゃあその申請性がより高まるとか、より正しい情報のものが出てくるとかっていう、その担保は何もないじゃないですか。ですから私はこれ本当にこれ一体何を信じてこれは質問していいのか分からなくなってしまいますね。いや本当にぜひ大臣ご静粛にお願いします。大臣にお願いしたいのはですね、まあ、弁護士を入れて調査をされるということもおっしゃいましたので、もう一度再調査をしっかりされて、一連の事実関係も含めてもう一度しっかりしたものを出していただきたいというふうに思います。で、変わったところがあればどこが変わったのかということもですね、明確にしていただいた上で、しっかりと再調査していただくということをですね、改めてお願いしたいと思います。ただ、そのこれまでの調査もですね、私は今の大臣の答弁を聞いて、いや、少なくとも出てきたものについては真実だという前提のもとで質問してきましたけれども、まあ、それもですね、怪しいということがよく分かりましたので、まあ、改めて出てきた調査をさらに見た上で、また質問させていただきたいと思います。で、まあ、制度やその法制度について質問してくれるということがありましたので、今日はですね、私、揚げ足を取るつもりではなくて、この予算そのものをの問題に少し踏み込みたいと実は思います。まずですね、先ほど12月9日の予算編成時においてですね、機構に行って話を聞いたその理由の一つがですね、求職者支援訓練をやっていてノウハウがあるから、その通りだと思います。で、私の疑問はですね、それであればなぜ法律に基づいて明確にジードさんにやってくれというふうに法律に書かれてある求職者支援訓練の仕組みを使って今回の事業をなぜやらなかったかというところです。つまり求職者支援訓練についてはですね、過去麻生政権で作ったその、まあ、いわゆるジャバダさんですね、中央職業能力開発協会に、まあ、基金を数千億の基金を積んでですね、いわゆる、まあ、基金訓練としてやってました。しかしチェックが甘くてそれが暴力団に結果として流れたり、さまざまな問題がありましたので、そういったことをやめて、そしてしっかりとした法律的な根拠に基づいて、機構に実施機関としてですね、お願いをするような形で、法律を通して、しっかりとした予算措置の中で、求職者支援訓練はスタートをしています。で、これとは全く別にですね、お金の流れも別に、基金を協会に積んで、私からすればほぼ求職者支援訓練の中でできる同じような内容を別のルートでもう一つ作って行おうとしていることの不自然さをすごく感じるわけですね。これは政策論なんできっちりやりたいと思います。別に批判してるわけじゃないです。明確に説明責任を果たしていただきたいんですが、まずですね、会計検査院に聞きたいと思いますが、資料の3を見てください。これは一連のこの間のですね、ここに書いてます、中央職業能力開発協会の、まあ、基金をめぐる一連の動きを書いてます。先ほど申し上げたように、麻生政権の、まあ、対策としてですね、まあ、リーマンショックで景気が悪くなった、その対策で、基金訓練事業が創設をされております。これ4784億円と書いておりますが、ただここに書いてあるように、非常にですね、いい加減な交付が行われてた、先ほど申し上げたように暴力団に流れるようなこともあったということでですね、法律に基づく求職者支援制度に、まあ、制度をですね、改善して改め引き継がれていくわけですね。ただ基金はそのままになってました。それで、
検査院がですね、昨年の10月です。まあ、いらないんじゃないのということでですね、750億円約、返納を命じているわけですね。で、この返納を命じた基金に今回新たにまた積みますことによって、求職者支援訓練制度と、私はほぼ同じようなことをやっていると思うんですが、まず検査員に聞きます。この昨年10月の基金返納について、750億、相当巨額ですけれども、この事実関係について、端的にかいつまんで教えていただけますか。会計検査院、太田大吾局長。お答え申し上げます。本件につきましては、平成21年度に厚生労働省から交付金4784億3900万円、900万円の交付を受けるなどしまして、開発協会に設置造成された緊急人材育成支援事業に係る緊急人材育成就職支援基金につきましては、新規申請の受付が23年9月末で終了しております。そして同基金の終了後に残額が生じた場合は、同基金の後継となる国直轄事業であります求職者支援制度の財源として活用することとされておりましたが、活用されることなく開発協会が保有し続けておりまして、24年度末の基金保有額763億2832万円から25年度以降の後年の負担額10億9183万円を差し引いた752億3648万円が基金事業として使用見込みのない額となっていたというものでございます。委員長。玉木雄一郎君。つまりもう使わないですね、お金が基金にたまっている。それで先ほど申し上げたように、法律でしっかりとした枠組みを作ってですね、きちんと予算をまあ流すことによってこの事業をやることにしているわけですね。でそれとはまた別にですね、この補正予算になってまた基金に積んでですよ、まあ、750億を返納して、まあ、約その3分の1ですね、それをまた戻すような形で、まあ、基金がですね、まあ、私補正予算の時にゾンビ予算ということで指摘をしましたけれども、まるでゾンビのように基金もなんかゾンビ基金みたいに復活しているわけですよ。そしてすでにある法律に基づく事業とほとんど同じようなことをやっていて、これ私本当に意味があるのかなというふうに思うわけですね。でここで理事長にお伺いしたいんですが、先ほどの12月9日のですね、議事録見ましたけれども、この資料の2を見ていただけますか。これね、いろんなやり取りが行われてましてね、非常に興味深いんですけれども、ここに書いてあるように、今般の趣旨、機構側の発言です。この今般の趣旨にあるような訓練、つまり短期集中特別訓練ですね、これまだ補正予算閣議決定する直前ですけれども、こういうものはこれまでも行っているんじゃないですかと機構から言われているわけです。で、その下にもですね、この一般会計が入ると国会を含めてそれなりの目があることを意識しなくちゃいけないと言ってですね、なんかこの補正でやって、今度こういう、今私が質問してますけれども、国会でのチェックを受けるようになると、ちょっと困るんじゃないのかって、そういう発言もされてます。で、ここには引用してませんが、議事録の中にはですね、本日の説明では苦しいところもあるような気がすると言ってですね、厚生労働省から説明を言われてです、説明をされて、その後そういう感想をこういうふうに答えているわけですね。理事長にお伺いしたいのは、法律に基づいてしっかり行われている求職者訓練事業ですね、これと、まあ、今回結果としても落札をしたけれども取らないというふうにおっしゃいましたけれども、この短期集中特別訓練事業、ここにあるように、
もう同じようなことをやってるし、あんまりそれきれいに峻別できるもんでもないですねということをおっしゃってるんですが、今も同じような考えですか、理事長。小林高齢障害求職者雇用支援機構理事長。私がこの会議に出ていたわけではなく、説明を聞いている範囲で私が理解した線に沿ってお話をいたしますと、私どもはここにも出てまいりますが、アビリティコースといういわゆる離職者訓練、大体6ヶ月コースでございますが、これをやっております。そして、なかなかですね、それに素直ストレートに乗ってこれないような方々に対しては橋渡し訓練といいまして、いわゆる社会人としての基礎といいましょうか、マナーとかそういったものも含めた6ヶ月プラス1ヶ月7ヶ月コースとかですね、そういうのをやったり、あるいは仕事をした経験が全くないというような方については日本版のデュアルコースといいまして、少しでも企業でですね受けてもらって実際にそこで経験してもらうと、まあ、そんなようなコースを含めてですねやっているわけであります。で、今回の私の理解ですけれども、今回のこの短期集中のプロジェクトはどうもそういうレベルより一つ下のレベル、つまり家に閉じこもってですねなかなか仕事をするということに対して一歩踏み出せない、そういう方々に対するその支援であって、我々がやっている訓練、あるいは求職者支援訓練でやっている訓練とはちょっとその質が違うといいますか、段階が違うといいますか、レベルが違うといいますか、そういうものだろうというふうに私は理解します。ただその仕分けがですねうまくできるのかどうか、それはおそらく事務方としては非常に悩ましいと思います。それがこの壁の中に反映されているのではないかと思います。以上。玉木雄一郎君。理事長今お答えになりましたけれども、ご存知だと思いますが、今機構の側ではですね求職者支援訓練の中でも1ヶ月程度の、橋渡し訓練といったようなですね、まさにその入り口 を受け止める、1ヶ月ぐらいの訓練はすでにあるわけですね。ですから私はですねこれほとんどその新たに創設する意味がないのではないかと思います。資料の4をご覧いただけますか。これですね、審議会等々での資料を並べたんですが、これ皆さんパッと見てください。これ実は求職者支援制度法律に基づくものと今回補正で基金に積んでやるですね短期集中特別訓練事業、両方ともこれ厚生労働省が出してきたポンチ絵ですけど見分けがつきません。私これ最初見つけたときにどっちがどうだか分からなくてですね、これ最近流行りのコピーペーストをやってるようなですね、これ見てください、同じようなことをやってるんですね。で大臣お伺いしたいんですが、この法律に基づいて明確に機構がやることになっている求職者支援制度とですね、今回補正予算で基金にお金を積んで行う短期集中特別訓練事業はこれ端的に言って何が違うんでしょうか。お答えいただけますか。田村厚生労働大臣。現行の求職者支援制度の内容では受講訓練が困難となっているものというそういう要件になっておるわけでありまして、当然雇用保険が切れた方々対象とでですね、この制度 なぜですねこの求職者支援制度の中でやれないか、この中に盛り込まなかったかという話なんですが、これ労政審、労働政策審議会の下の雇用保険部会、これお金雇用保険から出てますから求職者支援制度は、ここでご議論いただいたんですが、求職者支援制度も委員ご承知のとおり、労政審の中ではいろんなご議論があったわけであります。これは本来雇用保険で賄うべきものであるのかどうか、そういうことで民主党政権時代三大臣合意というのがあったのもご承知だというふうに思います。で、今般のこの制度もそもそもこれは雇用保険で担う
そういうような方々ではないのではないかというご議論の中において、これは国庫負担の中において外でやってもらいたいというようなお話が労働政策審議会の雇用保険部会、つまりお金の出し手でありますから、出し手の方々からそういう意見が出ましたので、その結果ですね、求職者支援制度、つまり雇用保険が財源になっておる、こういうものの中ではやらなかったということでございまして、国庫でやらさせていただいたということであります。玉木雄一郎君。雇用保険の対象じゃないものを対象にする意味ではですね、求職者支援訓練も同じですよね。で、この資料1にありますけれども、これ、最初の12月9日のやり取り、これ、重要なやり取りだと思うんですが、一つのその分けて作る根拠になっていると思うんですが、今回のですね、訓練は、非正規雇用での就職を念頭に置いており、雇用保険、被保険者になることまでは考えていないという、大臣が今おっしゃったような内容ですけれども、ということはですね、この短期集中特別訓練事業というのは、非正規雇用の人を生み出すための訓練事業なんですか？そこはちょっとお答えいただけますか。田村厚生労働大臣。要するにですね、職から離れられて、時間が経っておられて、とにかく職業能力を開発をまずしていただかなければならないということでございます。求職者支援制度も対象にならない、つまりさらに初期の方々というような形の中において、この中において働く能力をつけていただこうということでありますので、そういう意味からいたしますと、いろんな資格等々を持っていただいて、その上で働いていただくというような、話になってこようと。これは要するに、離職から離れてですね、職から離れて期間が経っておる、もしくはあまり働く機会、こういうものがなかった方々に対しての初期的なですね、職業能力をつけていただいて、そして職に就いていただくような方向を見出していただこうという制度であるわけであります。で、合わせてもう一回申し上げますが、求職者支援制度のかなりのお金の出し手は、これは雇用保険でありますから、労働政策審議会の雇用保険部会をかますというか、入っていただいてご議論いただくのは、お金の出し手の方々が入っておられるから、ここの意見を聞かなければならないということでございますので、政府がこの中にいくら入れてくれと言ってもですね、求職者支援制度を作るときですら、これはもう、委員の、政党が政権を握られたときのことでありますから、ご承知だと思いますけれども、こういうものを雇用保険ではどうなんであろうかというご意見があったことは覚えておられると思います。その中において、さらにそれよりも初期の能力開発をしなきゃいけない方々に関して、この雇用保険のお金を使うのはどうなんだろうというようなご意見をいただいたものでありますから、やはりお金の出し手の方々のご意見というのは大変大きいわけでありますので、それならば、国庫でやるべき事業であろうということで、今回のようなスキームになったわけであります。委員長。玉木雄一郎君。大臣ね、それはその話はですね、両者に共通して当てはまる話ですよ。雇用保険の対象になってもないものに対して、事業主負担もいただいている方もいらっしゃいますし、いろんな方の理解をそこは得ていくことがやっぱり難しいんじゃないかという議論を我々はしました。ただ私が質問しているのは、求職者支援訓練事業ですね、これと今回の、短期の、集中訓練事業ですね、これも同じじゃないんですか。だって、その求職者支援訓練事業だって、出口がですね、非正規の場合もありますよね。入り口はもちろん、そういった雇用保険の対象になっていない、それは同じですよ。で、出口の姿として、必ずしも正規の、つまり、その社会保険の対象になっていくような就労の形態に抜けていかない人もいる、そうですよね。で、実際、実績を調べたら、3割から4割ぐらいの方はですね、やっぱりこの訓練を受けても、非正規の出口、有期雇用、期限の定めのある雇用で抜けていく方がもう結構いるわけです。ですから、要はね、あんまり差がない、でしかも労政審の話をされましたが、労政審の中にね、こういう意見もあります。この新しい制度を入れる際にですね、現行の訓練では期間が長くてハードルが高い人については、コースの訓練期間を短くするなど、現行のコースの多様化を検討してはどうかと
ということで、今の制度の柔軟化でやって十分対応できるんではないですかということが、老精神の中の議論でも出てるわけです、これは。で、話を戻しますけどね、その、あえてですね、私は補正予算で対応する、とりわけですね、基金に積むというですね、この基金を膨らませるってことが前提に先にあるので、今の制度と無理やりですね、違う仕組みを作って、それでお金を流していくってことをすることを考えた結果ですね、こういう形になってんじゃないのかと、私思うわけですよ。で、今回ですね、私このやりとりをずっと12月6日も、その入札工事前日のやりとりも見て思ったのは、こう極めて自然に GIDO の方と厚生労働省の方がやり取りしてるんです。あんまり悪気ないんです。全然悪気ないんです。なんでかというと、求職者支援訓練は法律に基づいて明確に GIDO とやることになっているので、その関係からすればですね、当然そこだというふうになるわけです。ただ問題は何かというと、補正予算でジャバダに基金を積んで別ルートをもう一つ作って無理くりやってるので、そのルートで本来やればいいのにですね、違うお金の流れを、つまり基金にお金をまた150億も積んでやることを無理に作ってるから、その先にまたじゃあ競争入札をしましょうとか出ていってですね、そして結果こういうことになっていて、いや私そう思いますよ大臣。で、じゃあ大臣に聞きたいんですけれども、この両者のですね、資料4をもう一回見ていただきたいんですが、これほとんど同じじゃないですか。じゃあなぜ短期集中訓練、特別訓練事業は基金に積まないとやれないんですか。田村厚生労働大臣。何度も申し上げますが、求職者支援制度の中の方々よりもさらに長く職に就いた経験がない方、ほとんど職に就いた経験のない方、こういう方を対象にした事業であります。委員、老精神で療老壁があったようなことをおっしゃられますが、療老壁ありません。意見の報告書の中は療老壁なしでですね、そのような決定をされておられるわけでありまして、やはりお金の出し手である雇用保険部会がそのような結論を出されればですね、我々としては他のお金の出し方を考えなければならんわけでありまして、そのような中においてこのような今回のスキームを作った、まあ、作らざるを得なかったというのが本当のことなのかも分かりませんが、そういうような形であります。なお、やはりその随契約で指名みたいな、その匿名のような形でその企業に対して一社というような形はですね、これは昔はありました。しかしこれは自民党の政権を失う前からそういう傾向が増えてきたわけでありますが、民主党政権の時に顕著にやはりその傾向が出てきたわけでありまして、そういうような例えば特許があったりだとか、そのノウハウはそこしか絶対ないというようなものであれば、それは一社それに対して指名して随意契約をやるということはありますけれども、なるべく企画競争入札に持っていこうという流れがあったのは、これはもう委員もご承知の通りでありまして、その流れの中において今回もノウハウを一番持っておるのはそれは GIDO でありますけれども、しかしその流れにのっとってできる限り企画競争入札にしようという流れの中で今回の企画競争入札になったという経緯があるであろうというふうに思います。玉木雄一郎君。先ほどの議事録の中にですね、一番最初に1ページに書いてますけれども、こういうことが厚生労働省から言われています。議事録の中にありますが、年度内の執行が困難であることから、農会協会に基金を積み、その財源により平成26年度にかけて訓練を実施することにしましたということを書いてあるわけですね。で、私はやっぱりね、この補正予算で、やはりその額ありきで無理やり積んで、で本来であればですね、求職者支援訓練の中でその中身を少し柔軟化するなどして対応することが法的にも最も安定しているし効率的にできるはずだったと思うんです。たださっき申し上げたように、やっぱり基金をですね、まあ750億こう召し上げられてですね、
それを150億復活させて、この枠組みの中でやろうとすることで、さまざまなやっぱ無理が生じたんだと思いますよ。で、私大臣、今回いろんな問題、今回明らかになってきました。さらに調査するとおっしゃってますけどね、やっぱり入札に関しての明らかに不適正なその取り扱いや対応があったことも事実でありますし、その飲食を共にしたとかですね、そういったことがあるわけでありますから、やっぱり何らかのこの責任を私はしっかり、これは大臣としてもお取りになるべきだと思うんです。で、その時に私はですね、この基金を使った事業についてはですね、申し合わせの時間が過ぎてますからまとめてください。よろしくお願いします。基金を使った事業についてはですね、これ私執行停止をしてね、で本当にやる必要があったら法律に基づく就職者支援訓練の制度の中で十分やれますから、そっちでやっぱりやるべき。この基金を使った短期集中訓練事業についてはですね、執行停止することが責任の果たし方だと思うんですけども、大臣最後にいかがですか。田村厚生労働大臣、短く答弁をお願いします。これは野党の皆様方にもですね、この事業は必要だというご意見もあられるわけでありまして、そういう意味からいたしますと、この事業に関しては早急に、これ補正で組ませていただいている消費税が上がるという部分もございます。早急に対応させていただきたいという思いが強いので、このスキームの中で実行させていただきたいというふうに思います。はい、以上終わります。私は趣旨の、事業の趣旨は否定しません。ただ、基金を使ってやることの必要性はないということを申し上げて質問を終えたいと思います。次に中根康弘君。民主党中根康弘でございます。今の厚労省と GIDO の不正入札疑惑の問題について一番国民が関心を持っているのは、これはもう厚労省の政策全般にわたることなんですけれども、医療にしても介護にしても、あるいは子育てにしても難病にしても、消費税が上がるという局面における税金の適切な使い道ということであると思います。つまりは今玉城議員が主張しておられたようにですね、重複する事業を行う、国民から見たら149億円の無駄遣いではないかと、やはりこれは取られても仕方のないことだと思います。これはですね、GIDO が受注しなければ、これ大臣も認めておられるわけなんですけれども、他に受けてはないと、あるいは GIDO もそれ受けるつもりはないということをこれまでのやり取りの中で明確におっしゃっておられるわけでありますので、これ一旦やはり補正予算でそれを使い切る 5.5 兆円の補正予算ありきということの中で決められた事業ということになりますので、一旦これね、仕切り直しをする、補正の中で無理やり押し通すということではなく、一旦このここにつけられた予算は国庫に、つまりは国民にお返しをして、じっくりと本来のあるべき支援制度をですね、もう一度構築し直して、本予算の中でやっていくというようなことを、やはりここは考え直すと、仕切り直しをすべきだということだと思いますが、大臣いかがですか。田村厚生労働大臣。入札の要件等々の工夫はする必要はあるのかもわかりません。でもいずれにいたしましても、今般一番初めに公示された入札要件で、入札をさせていただきたいと思います。視覚的にはやれるところが外形的にはあるわけでありまして、そこで、GIDO さんは受けもう入札されないと言っておられますが、他の民間のところも含めてですね、受けていただければありがたいというふうに思います。その上でこの事業はやはり待たれておられる方もおられるわけでありまして、なるべく早くですね、やはり、事業として実施をしていかなければならんと思っております。いろんな我が省の不
不適切な対応でですね、ご迷惑をおかけしていることは、まあ、大変申し訳なく思っておりますし、そのような疑惑、これがかかっておるわけでありまして、その払拭のために最大限ですね、我々も早くですね、調査をし、悪い部分は直していきたいというふうに思っておりますが、まあ、しかし事業を進めるということとそれとは別でございまして、待っておられる方々になるべく早くこの事業の実施をさせていただきたいというふうに思っておりますので、このスキルの中で進めさせていただきます。中根康弘君。事業自体は意義があると大臣言い張っておられますけれども、こういう今までの一連の疑惑に対して、厚労省内部での調査も信憑性があるかどうかわからない、第三者を入れなければ公正な調査ができないという、不透明なお金の使われ方の中で行われる事業、これはですね、受講者の方々にとっても不本意であるし、そんなお金で、受講したくないという国民が多いと思いますし、国民の皆様がそのことを認めないと思いますので、この事業自体がやはり国民から理解されないまま進んでいくということは不本意なことであろうと思いますので、これは補正ということの中で、無理やり押し通していくのではなく、一旦仕切り直しをして、本予算の中でもう一度やり直していく明快な説明を国民にできる確かな公正なお金の使い方であると自信を持って大臣が説明できるという環境を整えてからこの事業をやった方が、これは事業そのものも、あるいは受講者の方々も幸せなことだというふうに思いますので、そういう方向性でやはり考え直していただきたいということを改めてお願いを申し上げておきます。この149億円、こういったことが無理やり無駄遣いと言われるような形の中で使われる、その一方でですね、今日資料として一番後ろ16に添付をさせていただきました、安倍内閣の目玉だと言われている子育ての予算、これは十分確保されないという心配がなされているというか、もうすでに政府の中では当初約束をしていた予算を確保しないというような意思決定をしたとも書かれているような記事が出ているわけであります。消費税を上げるという局面の中において、国民はその消費税の使い方に対して極めて敏感になっておりますし、またせっかく増収分があるわけだから、それは年金、医療、介護、子育てに十分充実のために使ってほしいという期待をされているにもかかわらず、一方で、こういう不透明な事業にお金が垂れ流される、そして一方で、この子育てに十分な予算がつけられない、これは明らかに国民に対する裏切りだというふうに言わざるを得ません。そしてその介護や障害者の処遇改善ということもですね、これ大臣前回の質疑の中で介護や障害福祉に従事されておられる方々の処遇は極めて悪い状況にあるということをお認めになって、最大限処遇改善に努力をするというようなことをご答弁されたわけだけれども、しかしこういうお金の無駄遣いが行われ、そして必要なところには使われないということが繰り返されていれば、努力したけれども結局できなかったとか、あるいは結果的に大臣が嘘をついたというようなことになりかねないわけであります。ましてやこの子育てのことについて言えばですね、27年度から例えば私立幼稚園なんかがどういう形態にしていくかというようなことは大変関心の高いところでありまして、その意味では公定価格がどのような内容になるかということもとても関心が高いわけでありますが、そういったことに対する心配も助長すると、制度に対する信頼性も損なうということにもなりかねないわけでありますので、そのある意味、国民に対する不信やあるいは心配というようなものを払拭する意味でも、これ繰り返しになりますけれども、この厚労省と GIDO との間の不正入札疑惑、こういったものを払拭するという意味でも、もう一度仕切り直しをするということは、これは繰り返してお訴えを申し上げておきたいと思います。で、雇用保険なんですけれども、
資料1から順番に申し上げてまいりたいと思いますが、この資料1を見ると、女性は 40% 以上がパートタイムで働いておられるということがわかります。それから続いて資料2でありますが、このグラフを見ると、女性は新卒後を除いて、年齢とともに正規雇用率は低くなっている。しかし一方で雇用率が上昇している。ここから読み取れるのは、再就職する場合でもパートなど非正規で働いている方が多いということであろうと思います。資料3、これパートアルバイトの場合、他の形態と比較して雇用保険に加入していない人が多いということがこのグラフから読み取れるということでございます。資料4、この資料4の左の表でありますけれども、週所定労働時間が20時間の未満の人は加入要件を満たしていないということもあって、 70% 以上が雇用保険に未加入である。また週20時間以上の方でも、これは加入要件を満たしているにもかかわらず 32% が未加入であると。こういうところから見てくると、雇用保険の育休をどれだけ充実しても、まずは多くの方々、特に女性の方々の働き方であるパートでの雇用保険の加入を拡大促進しないと、育休が使えない、女性支援にならないということになっていくのだろうと思います。そこで、加入要件を満たす働き方をしているにもかかわらず未加入となっている 人たちに対して、加入要件を満たす働き方をしているにもかかわらず未加入となっているという人が多いということに対しての、厚労省として実態はどう把握しておられるか、そしてパート労働者の雇用保険加入促進策をどのように考えているか、お尋ねしたいと思います。高取厚生労働大臣政務官。大臣ですけれども、いかがですか。大臣に、中根委員にお答えを申し上げます。総務省の労働力調査によりますと、パート労働者数は平成25年度平均で928万人でございます。また厚生労働省調査によりますと、パート労働者の雇用保険加入率は 58.8% となっております。雇用保険制度は、自らの労働による賃金で生計を維持している労働者について、失業時に必要な給付を行うことにより、生活の安定を図りつつ、求職活動を支援するための制度でありますが、例えば、週所定労働時間20時間未満で働く主婦、パートなどについては、雇用保険の適用対象とはしていないところでございます。雇用保険の適用要件を満たしているのに入れていないパート労働者数については把握をいたしておりませんが、厚生労働省といたしましては、まずは事業主が雇用保険の資格取得届の義務を果たし、適正に手続きを行っていただくことが重要であると考えておりまして、事業主に対する周知指導を徹底するとともに、労働者の方々にハローワークに対しまして被保険者であることの確認請求ができることを周知するなど、適正な手続きが行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。田村厚生労働大臣。まず冒頭にですね、子育ての話がありました。特にその公定価格も含めてですね、どういうものができるかできないか、7000億円と1兆円という数字がありましたが、7000億円って決まったわけではありません。1兆円と7000億円と2つの案を示させていただいておると。それはなぜかといいますと、これは消費税、通るときに、確かにいろんな3党での合意でありますとか、付帯決議の中にはですね、1兆円必要なものを目指すと、これを確保するというようなことは書かれておりますが、そもそも消費税からは7000億円というような話になっておりましたので、これはお互いに目指そう、何としても1兆円取ろうというような思いの中で、1兆円ということをですね、3党で合意をして、そして、付帯決議に入れたわけですよね。ですから、そこはそこで1兆円目指していきますけれども、消費税からという意味からすれば7000億円ということでございますので、しっかりそこのところは事実関係としてですね、2つのパターンを書かせていただいているというだけの話であって、やっぱり1兆円というものを目指しながら我々はですね、やっていくという思いは一緒であります。山井さんはどう思っておられるかわかりませんけれども、思うとして我々はそう思っておるわけでございます。そこはですね、その時に1兆円というふうに入れておいていただければですね、また
話は別だったのかも分かりませんが、その時の消費税引き上げの時のスキームが民主党政権でそうなっておるわけでありまして、それを引き継いで我々も消費税引き上げに向かってのスキームがありますので、そこはどうだどうだというんじゃなくて、お互いに協力しながらですね、一丁を目指していけばいいというふうに私は思っております。で、それと今の話でありますが、加入漏れに関しましてはですね、ハローワーク、ここで把握をしてですね、それぞれの事業所等々にですね、加入をするようにということで指導をしていくわけでありまして、加入漏れがあった場合でもですね、事実が分かれば2年間に訴求してですね、これは基本手当を雇用者受けることができる、失業者受けることができるということになっております。いずれにいたしましてもですね、パート労働者等々が、要はハローワークの求人票、こういうものに対して募集してきた場合にですね、ここで、その求人票の中で、それぞれ労働時間でありますが、一定の条件を見てですね、これは雇用保険に加入するかどうか、どういうべきものかというのが分かりますので、その求人の条件の中にもし、雇用保険に入る、そういうような要件を満たしているのに、雇用保険加入ですというような事実が書いてなければですね、それに対しては、事業所に対してですね、しっかりと指導をしていくということになろうと思います。またホームページでありますとかリーフレット、こういうものに対しても、いろいろと宣伝しているわけでありますけれども、毎年ですね、各事業所、206万事業所でありますけれども、はがき等々でですね、案内をしっかり送らさせていただいておりまして、周知徹底をできるようにですね、努力をさせていただいているということであります。中根康弘君。まずですね、答弁はですね、大臣と政務官と私の一問に対してお二人お答えいただくと大変時間が制約されてしまいますので、大臣にお尋ねしているわけですから、ぜひ大臣がお答えをいただくということで、政務官なり副大臣であれば、そこで完結してもらわないとですね、ちょっと時間が足りなくなってしまうということになりますので、その上でですね、これはもう子育ての予算をしっかり確保するのはこれは与党の責任です。やっぱりね、与党の責任です。消費税も含めて一般財源も含めて全体で、これ安倍内閣の目玉商品なわけですから、これやりきってもらわないと困るということになって、8000億円復興増税の前倒し廃止ということで大企業には優遇して、子育て支援は おざなりだということでは安倍内閣に大きく傷がつくということを心配をさせていただきます。で、パート労働というのは正社員と比べて、時間が短いだけということでなければならないと思いますけれども、パート労働者と正社員との均等とか均衡とかと、こういう待遇について大臣はどのように考えておられますか。高取厚生労大臣なしよ。高取厚生労働大臣政務官。お答えをいたします。パートタイム労働法では、すべてのパートタイム労働者につきまして、多様な就業実態に応じて通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保に努めるとともに、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者につきましては差別的取扱いを禁止するなど、均等均衡待遇を推進いたしております。また今国会に通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の対象者の範囲の拡大等を内容とするパートタイム労働法の改正案を提出いたしておりまして、より一層パートタイム労働者の均等均衡待遇の確保を図っていくことといたしております。中根康弘君。均等均衡を図っていくという姿勢は分かりましたが、例えばじゃあそれをその中で交通費の取り扱いはどうなのかとか、こういったことについては、この後パートタイム労働法の質疑の中、審議の中でこれは十分行っていきたいと思います。で、女性を支えるはずの一つの仕組みが介護保険であると思っております。しかしその介護保険の見直しが養子縁切りであったり、特養の利用制限であったり、一定所得以上の方々の自己負担の引き上げであったりということで、この女性支援、介護支援ということからは逆方向に進んでしまう。その結果、介護離職であるとか介護難民が助長されてしまうのではないか、あるべき方向性とは逆方向ではないかという思いを以前からお伝えをさせていただいておりますが、その観点から質問を進めていきたいと思いますが、資料これは5になりますが、介護人材の確保ということ、厚労省の資料でありますが、平成24年に149万人の介護職員を、2025年には
249万人まで増やしていくという目標が立てられております。しかしその一方で、26年1月13日の福祉新聞という記事がありましたが、この新聞の記事にあるようにですね、若干増えたということではありますけれども、介護福祉士の養成施設の定員充足率は 70% 足らずということで、定員を大幅に下回っている。つまりはこの分野で学びたいという学生が少なくなってしまっているというわけであります。それから資料7になりますけれども、これ厚労省の資料ですが、一番左のグラフを見ると、介護職は入職率も高いけれども離職率も他の産業と比べて高いという結果が現れています。つまりは希望を抱いて就職をしてもある意味失望して、辞めていってしまう、定着をしない、ということであります。まあ、こういう実態の中において、先ほど申し上げましたけれども、大臣は前回の私とのやり取りの中で、賃金はどうかということでありますけれども、大臣の答弁では全産業の平均は約31万4千円、それに比べて介護職は27万6千円、障害福祉従事者は25万8千円、つまりはこの待遇の差は歴然としているということであります。これが離職の最大の原因だと考えております。大臣もこの答弁の中で、線を引きましたけれども、非常に処遇が悪いということを認めておられるわけであります。その上で、しっかりと努力して、検討していくということもご答弁をされておられるわけであります。これ、それこそ言葉通りしっかり引き上げないとですね、2025年に100万人増やすという目標は到底、実現できないということになると思います。まず格差解消のために、来年、どれぐらい具体的にいくら引き上げるということでお約束をいただけるでしょうか。ご答弁いただきたいと思います。田村厚生労働大臣。まあ、介護職これからですね、どうやって2025年に向かって確保していくか、大変大きな問題、頭を悩ませる問題であります。いろんなことを考えていかなきゃいけないと思っておりますけれども、まずはですね、例えば福祉人材センターなんかを使いながら、ハローワークを使いながらマッチングをしっかりやるということ、それから、イメージアップしなきゃいけませんから、学生さんのところへ行ってですね、この介護という仕事がいかに意義のあることか、こういうことも理解をしていただくような、そういう努力もしていかなければならないと思います。それから働き出してからのやっぱりキャリアのですね、形成、これちゃんとですね、仕組み作っていかなきゃならないわけでありますし、キャリアアップに向かっての事業者のですね、事業主のいろんな努力、これも我々促していかなければならないというふうに思っておりますが、そんな中において、処遇、もちろん処遇だけではなくて、その職場の環境という問題もあると思います。例えば、非常にですね、人を、お年を召されて体が動かなくなられた、そういう方をですね、移動をさせなければならないわけでありまして、力がいる、腰が痛くなる、労災で、結局はですね、仕事ができないなんていうこともあるわけでございまして、そういうものに対して、アシストスーツでありますとか、いろんなものを導入しながらですね、職場のきつさというものをどう緩和していくか、こういうこともやらなきゃいけないわけでありますが、今言われた賃金が低いということもですね、これはなかなか定着していただけない理由の一つであろうというふうに思います。もう皆様方もご承知のとおり、平成21年にまずはこの介護報酬改定で9000円平均して、その後処遇改善交付金で1万5000円、そして皆様方24年度介護報酬改定で6000円、3万円ぐらい月額で平均でありますから、全員が皆さんというわけではありませんが、賃金上がってくる来ておるわけでありますけれども、それでもまだ他の産業と比べれば低いわけでございまして、次の介護報酬改定、この中においてのですね、いろいろある課題のうちの一つであることは間違いないわけでありまして、この
中において、介護従事者の方々の賃金がアップできるような介護報酬改定、これを目指していかなきゃいけない、財源の問題もありますけれども、そのような認識は持っております。ただ労使で最終的には賃金が決まるわけでございますので、国が具体的にですね、平均いくらということはまだ言えるのかもわかりませんが、具体的に誰々がいくらということはなかなか申し上げられないということは、もう委員もご理解の上だというふうに思いますが、なるべく上げられるようなそんな努力はしてまいりたいというふうに思っております。中根康弘君。具体31万円と27万円ですからね、この落差を埋めるにはもう着実に、一気にというわけにいけませんのでね、着実に、進めていかなくてはいけない。具体的に来年1万円は上げるというようなことを大臣、ここで明言していただくことはできませんか。1万円上げる、1万円上げても足りないぐらいですけどね、1万円上げる。田村厚生労働大臣。まあ、なるべく少しでも上がるように努力をいたしたいと思います。中根康弘君。少々後ろ向きな答弁であったと言わざるを得ません。1万円を上げるということで、ぜひ、ご努力をお願いをしておきたいと思います。それで、雇用保険制度の中に、介護休業制度というものがあると。その介護休業制度の概要は資料10に添付するまでもなく、大臣よくご存知のとおりであろうと思いますが、これ資料11に進んでまいりますが、この介護休業制度が極めて取得率が低い。24年度で、この厚労省が作った資料を見ますとですね、男性 0.02%、 女性 0.12% で計 0.06%、 もう制度としてはないにも等しい、同然のような機能していない、この現状をどう考えるかということでありますが、育休の改善が法案として出されておりますけれども、介護休業制度の見直しが全く厚労省内部で行われていないのかどうか、介護離職に対する問題意識が低いのではないか、この点について大臣はどう見解をお持ちですか。田村厚生労働大臣。介護従事者の方々の処遇改善のためにですね、少しでもと言いますか、少しでも多く増やせるように努力をしてまいりたいと思います。今のお話でありますけれども、これですね、今言われた数字はですね、全体の労働者に対する比率だったんだというふうに思います。当然介護が必要な方にとってどれぐらいかという数字を出すのが、いいのかなというふうに思いますと、大体それでも 3.2% という話でございますので、決して高くないのは事実でありますが、ただこれはですね、いろんな取り方をされているんだと思います。93日ですね、最大取れるという話でありますが、そもそも育休と違ってですね、もう十分にご承知だと思いますが、育休は子育てを継続して、やるために取るわけでありまして、一定年齢までという形になっておりますけれども、1歳もしくはパパママ育休でちょっと延長がありますが、そんな中において取っておるわけであります。しかし介護の場合はですね、これは決して本人に介護を継続してやっていただくための休みじゃありません。そうなれば当然のごとく93日は足らんわけでありまして、これはあくまでも例えばヘルパーさんに入っていただいて、介護をしていただく、そういうような体制を整えるための、そういうような期間を見ておる、そういう休業であるわけでありまして、そのような意味からいたしますと、介護休業を取らずに、それこそ有給を使われてですね、そういうことをやられておられる方々もおられるということであります。それは有給はそのまま 100% 賃金出るわけでございますので、そのようなことがあるわけでございまして、なかなかですね、この数字を見てどうだということではありませんが、しかし、取りたい方々が取られるように、取れるように、そういうことは十分必要でございまして、周知がまだ十分でないということも認識をいたしておりますので、しっかりとそれぞれの個人個人の方々、それから事業所、こういうところにですね、周知していただけるように、これからも我々頑張ってまいります。なお5年の見直し規定がございますので、27年度にこれを見直すということになってまいります。26年度はですね、実証実験をやりたいということで、これは約100社に向かって、中小、それから大企業、それぞれある程度こうバランス取りながらですね、100社に対してですね、実証
実験をやりたいというふうに思っております。その結果等々も踏まえながらですね、しっかりとこの介護休業が必要な方々が取得できるようなそんな環境整備をしてまいりたい、このように考えております。中根康弘君。資料12に添付いたしましたように、介護離職をする方の理由は仕事と介護が両立できないという理由になっております。資料13もそれを表すようなものでございますが、時間がありませんので最後にその女性の両立支援を、介護と家庭との両立を支援をする一つの重要なものが介護保険制度だということでありますが、その介護保険制度が今度いわゆる養子縁切りというような形で、ホームヘルプサービスやデイサービスが市町村に丸投げをされようとしていると。で、資料14にある、まあ、これはもう何回も使っている資料でありますけれども、この中で、財源も事業も市町村に丸投げをするということで、専門的なサービスと多種多様なサービスということに分けられているわけでありますけれども、ここでお尋ねをしたいのは専門的サービスとは何かということ、多様なサービスとは何かということ、分けているからにはこれは専門的なサービスはプロの仕事というようなものにふさわしいものである、そして多種多様なものの方はある意味、ボランティアのようなものでも対応できるということになるのかもしれない。この専門的なサービスと多種多様なサービスの違い、そして、介護職のプロの介護職が当たるべき、サービスとボランティアで、も可能であると考えるサービス、これがどのように、違うのかということを厚労省はどのようにこう分けているか、そしてまた専門的サービスに、ふさわしい単価が今の単価よりもこれはプロの仕事にふさわしいということであるならば、今よりも切り下げられるようなことは決してあってはならないと、そうであるならばもう事業所は立ち行かなくなってしまうということになるし、また介護職に入る人たちがより一層少なくなってしまうということになるし、賃金も下がると事業所も経営が成り立たない。今民主党ではですね、この訪問介護、通所介護、こういった事業所に対して今回の法改正に対するアンケート調査を行っておりますが、一つだけまだ今集約途中でございますので紹介をさせていただきますと、養子縁1、2を対象とした介護保険サービスが市町村事業に移管された場合、事業所の経営に影響が出ますかという問いに対して、この一つのアンケートでは経営に影響が出ますと、潰れると思いますという答えが返ってきているわけであります。したがって、この今回の介護保険の養子縁切りというものに対しては、この介護の分野あるいは女性の社会参加ということに対して大変逆行する内容が多く含まれているということで、徹底的に議論をしていかなければならない内容になっていると思います。この最後、専門的なサービスと多種多様なサービスの違い、プロの仕事かボランティアの仕事かと、あるいは単価についてどうかということについて大臣をお尋ねをして終わりだと思いますが、ご答弁お願いできますか。田村厚生労働大臣。まあ、専門的なサービスは専門職がやるサービスということであります。まあ、他はそうではないということ、まあ、必ずしも専門職が入らなくてもいいというサービスだということであります。単価はそれは適切な単価ということであります。長根康弘君。その通りのあまりにも不誠実、いくら時間がない中でと言ってもですね、ちょっと不誠実だと思いますが、まあ、引き続き次の機会で、十分議論したいと思います。ありがとうございました。次に中島克人君。民団党の中島克人です。本日も時間をいただきます。先ほどから民主党の委員の方から、短期集中特別訓練事業、入札の問題ですけれど、今日も話を聞かせていただきました。やはり今回、今週いただいた中間報告の結果もですね、やっぱ大臣自ら、あれは真実かどうかわからないと、やはりそういうことになりますと、来週また19日に報告ということなんですが、やはりですね、これ大臣の指導力や、そういったものまでも問われるような、そんなことになるんじゃないかと思うんです。で、
まあ、先ほど補正予算、まあ、本当にこの事業必要だったのかと。で、まあ、そもそも今回 5.5 兆円の補正予算を組まれて、まあ、政府としてですね、まあ、そんな中で本当に必要なのかと言われるもの、他にもたくさんあるんじゃないか、まあ、そんな不信感さえですね、まあ、湧き上がってきてしまうことだと思います。で、まあ、前回の質疑の中で、まあ、実は今日は雇用保険の質問をしようと思っておるわけですが、前回の質疑の中でもその独立行政法人、まあ、政府、官僚体制の中でですね、その癒着構造、まあ、そんな中からこういう疑惑が出てきてしまう、まあ、その独法そのものの、あり方仕組み自体に、大変問題があるんじゃないかと、まあ、そんな中で、まあ、下り等ですね、まあ、今月に向かっては政府としても、まあ、徹底的に取り組むとおっしゃっているわけですが、まあ、前回私質疑の中で、現役出向、まあ、その増減ですね、まあ、そういったものに関してもですね、なかなか正確なデータが出てこないと、まあ、今私調べておって、今日の時点では全体が間に合わなかったので、また機会を見てですね、ご質問させて、あ、いや、全体です、はい。まあ、行きたいと思っておるわけですが、まあ、ぜひですね、来週、まあ、19日ということでございますが、また次の段階で違うものが出てくるということに絶対ならないように、もう次の時点でそうであればですね、本当に大臣の責任というかですね、その指導力、まあ、そのもの自体がやはり問われるということはご認識をしていただいて、来週以降また報告があるということですので、まあ、そこをまた見させていただきたいというふうに思います。ぜひよろしくお願いいたします。で、まあ、前回に引き続いて、まあ、雇用保険、まあ、最後の方で雇用保険の質問をさせていただきました。まあ、育児休業の拡充についてはですね、まあ、今回雇用保険で、まあ、男性の育児休業取得率をこうアップする、後押しすると、まあ、そのもの自体雇用保険でいかがなものかなと、まあ、一方では、男性にいい経験をさせるためのものなのじゃないかと、まあ、そんなようなことの中でですね、大臣からは、まあ、現在の雇用状況とか、まあ、家庭環境の変化の中から、まあ、こういった、対策も、まあ、一つ必要になるんじゃないか、まあ、私はまあそれ聞いてですね、まあ、一つの方法かなというふうには認識しております。まあ、男性のみならず女性も含めて働きながら子育てをする環境整備、まあ、これ企業側のまあ理解というのは大前提だと思うんです。まあ、そんな中でまあ企業内保育、まあ、これは他の制度でもまあ政府として取り組まれておりますけれど、まあ、一方で病児保育ですね。で、私もまあ医師でございますから、やはり喘息とか、まあ、ご病気持った、お子さんを抱えられているとなかなかですね、まあ、保育の充実があってもなかなかもう働きながら子育てということは難しい、まあ、そんな現状なんじゃないかと思います。まあ、これまずですね、厚生労働省として企業内保育、病児保育など企業に対する指導環境整備のためにどのように今取り組まれているか、まずお尋ねいたします。石井雇用均等児童家庭局長。お答え申し上げます。厚生労働省では仕事と家庭の両立支援に対する事業主の取り組みの促進や、働き続けながら育児を行う労働者の雇用の安定を目的としまして、事業所内保育施設の設置や運営などを行う事業主に対してその費用の一部を助成いたしております。で、この助成金でございますけれども、待機児童解消加速化プランに基づきまして、今年の1月1日から自社労働者の子どもが半数以上いると、そういう支給要件を見直しまして、自社労働者の子どもが1人以上いるということに改めまして、その上で地域の子どもなどを受け入れられやすいように緩和をいたしているところでございます。平成26年度予算案におきましては、平成25年度予算を上回る金額を計上いたしております。そしてその27年4月に施行予定の子ども子育て支援新制度でございますが、その中では一定の質を満たして市町村の認可を受け、地域の子どもを受け入れる事業所内保育施設について、これは地域型保育給付として財政支援をする予定となっております。現在その内閣府に設置されております子ども子育て会議で、その給付内容について検討が進められているところでございます。それから病児・病後児保育でございます。病気の子どもを家庭で保育することができない場合に、子どもを預かる病児・病後児保育が大変重要と考えております。で、市町村において整備が進められているところでございまして、国としましても26年度の予算案においては25年度予算を上回る事業費を計上しているところでございます。
して、これにつきましても、その27年4月に施行予定の子ども子育て支援新制度で、病児・病後児保育を地域子ども子育て支援事業として位置づけられておりまして、この事業、子どもがその病気にかかった場合に必要となるものでありますので、これ、どうしても利用される子どものお子さんの数の変動が大きいという特性がございます。でそのため、そのなかなかその安定的な運営確保が難しいという課題がございますので、現在、内閣府に設置されておりますその子ども子育て会議でこの安定的な運営の確保のための方策を含めて検討を進めているところでございます。中島克人君。病児保育はですね、やはり子ども子育てだけではなくて医療機関等も含めてその体制の整備というのは大変重要なことだと思うんですね。でこれは医療格差偏在ともちょっと連動すると思うんですが、やはり小児科医が少ない地域、産婦人科も含めてですけれど、そういう地域においてどういうふうに、支援、補助は出るにしてもですね、その資源自体が足りないところで、どのようにこう整備していくかというのは大変課題だと思うんですね。そのような中でこう、女性のキャリアアップとか、ただ実際には、お子さんがご病気を持っているとなかなかそういう、他方の制度は整っていてもですね、実際に子どもさんをなかなか預けられないということではですね、片手間になってしまう、そういうこともあると思います。育児休業に伴う代替要員の確保もこれも前回質問させていただいて、大変重要だということなんですが、どうしたら休業中の穴を埋められるのかという観点から知恵や工夫をしている企業ですね、特に中小企業においても環境整備のために先進的な取り組みをしている企業から学んでですね、しっかりとモデルとして示していくべきだと思うんですね。それ自体がやはり真似をするというわけではないんですが、具体性があって取り組みやすい方法かなというふうにも思っております。また一方では我が国では非正規雇用の女性が育児休業を利用する体制が整っていないと、そのようにも言われております。非正規雇用で一人目の子の出産後に産休を取って仕事を続けた割合はたったの 4% 程度と、正職員の 43.1% に対して圧倒的に低い割合となっております。このような現実をどのように受け止めて今後どのように取り組まれていくつもりなのかお尋ねいたします。石井雇用均等児童家庭局長。議員のご指摘のように平成24年度の育児休業取得率で見ましても女性全体では 83.6% に対しまして、いわゆるその非正規雇用であります基幹雇用者の育児休業取得率は 71.4% になっております。でこの基幹雇用者に対するその育児休業の取得促進、これは継続就業を進める上で大変重要と考えておりまして、まずは基幹雇用者向けの育児休業取得等のマニュアルの配布等による周知、基幹雇用者自身があるいは事業主自身がこれはそもそも対象外という誤解をしている場合も往々にしてございますので、それをギャップを埋めていく必要があると思っております。それから好事例の提供とか、それからその基幹雇用者が育児休業取得をする際のこの助成金の支給、こういうことも行っておりまして、そういうことを通じて育児休業の取得を促進しております。それからデータを見ますと育児休業制度はこれもちろん要件を満たした労働者が請求した場合は事業主はそれを認めて取らせなきゃいけない、そういう義務がかかっているものでございますが、やはり就業規則などできちっとの規定が整備をされている、そして雰囲気がいいという場合にはこれはかなり正規並みのですね、育児休業取得がなされるというそういうデータもございます。従いまして規定の整備についての指導の強化を現在図っているところでございまして、それから合わせまして今通常国会には次世代法というのを提出させていただいているところでございますが、これは基幹雇用者も含めましてその育児休業を取得しやすい職場の雰囲気形成に資するものでございますので、こうした取り組みをいろいろ積み重ねてまいりたいと考えております。中島克人君。先ほど言ったように、今回、男性の育児休業を取りやすくするということなんですが、やはりその正規雇用、不正規雇用、根本的な問題ですね。で、正規雇用の方、女性であれば、やはり年その後に再度働く見込みがある方ということになって、そういった部分も含めてですね、もっと根本的な解決に向けて、今後さらに、取り組んでいただきたいと、そのように思います。次に教育訓練給付金の拡充についてご質問いたします。中長期的なキャリア形成を支援するために専門的実践的な教育訓練として、指定する講座を受ける場合、今回受講費用2割から4割に拡充、また
資格取得の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加給付するという内容となっております。まあ、主に、非正規雇用の方が正規雇用となるためのスキルアップを図ることが大きな目的だと思いますが、まあ、そもそもこれ、まあ、教育と労働需要のマッチングは本来学校段階で、きちんと行われているべきものだと私思うんですね。学校段階で労働市場のニーズを見据えた適切な進路指導が行われていないことが、まあ、先ほどあの中根委員からもありました、今介護分野、まあ、介護分野だけではなくて福祉分野全体にも言えるんじゃないかなというふうに思うわけですが、まあ、そういう学校の養成、まあ、養成学校の定員割れとかですね、手に職のないフリーターの増加につながっているんじゃないかと、そのように、まあ、私考えます。もっと学校での適切な進路指導の実施を重点に置くべきだと思います。まあ、これは管轄、まあ、所管がまあ文部科学省ということになるわけですが、まあ、例えばまあ先ほど申し上げましたように介護人材の不足、まあ、これ労働需要のマッチングですね、もっと厚生労働省としてですね、まあ、今回はまあ再就職ということなんですが、もっと根本的なその学校教育の時点から、まあ、これ文部科学省に含めてですね、働きかけをしたり、要請をして、まあ、協力が必要だと思うんですが、まあ、これ教育とその労働市場、特にその医療とか介護の分はですね、専門職なわけです。で、例えば、まあ、これを全面否定するわけではないですが、高校卒業する時点で 4大に行くこと、今それが進学率というふうになされておりますけれど、本来であればその時点で将来の職種見出してですね、その専門学校もやはりまあ進学の一つとして、まあ、上級学校行くわけですから、まあ、そういったことをまあ鑑みながらですね、しっかりと取り組みべきだと思うんですが、これ大臣のご見解をお願いいたします。田村厚生労働大臣。やっぱり若い方々にですね、どうやって就職支援していくかと、これ大変重要であります。まあ、高校生等々ですね、やはり、まあ、職業意識の形成というものをしっかりしていただかなきゃならぬわけでありまして、そういう意味では一つはインターンシップ、これをですね、使いながらですね、まあ、体験をしていただきながらですね、意識を持っていただく。こういうことも現在もやっておるわけでありまして、こういうものを利用しながら、また一方で大学等々はハローワークと今連携しながらですね、ジョブサポーターをですね、まあ派遣をさせていただいております。いろんなことをさせていただいておるんですが、例えばですね、平成25年12月時点でありますけれども、まあ、求人情報提供、これ新卒応援ハローワークと大学等の連携なんですが、701キャンパス、出張相談が595キャンパス、面接会協力が282キャンパス、セミナーの開催が442キャンパスということで、大学とですね、しっかり連携しながら、そこはおっしゃられる通りでございます。もう学生の時からしっかり支援をしていくということが重要であろうというふうに思いますので、これからも力を入れてまいりたいというふうに存じております。中島克人君。おっしゃる通りで、まあ、ある、例えば看護師さん養成する場合はですね、4大もあるわけです。まあ、もちろん専門課程、さらに、大学院という課程もありますけれど、同じ、看護職を見出すのに専門学校があり4大があると、まあ、で、まあ、ほぼ看護学校の場合は就職率 100% ということになるわけですけれど、まあ、一方で普通科というか、まあ、文系の4大に行ってですね、その後の就職率が悪いから非正規雇用が増えちゃうと、やはりそのことはですね、まあ、労働需要としっかりと、まあ、マッチングさせるような取り組みをしないとですね、これいつまでもこういうことをやらなきゃいけないということになってしまうんじゃないかと思います。まあ、それで、まあ、教育給付金の、まあ、拡充において指定口座というものも、まあ、決められると、まあ、先ほども言ったように中長期的なキャリア形成を支援、専門的実践的な教育訓練が対象となるということなんですが、まあ、専門学校が現に提供している講座を並びにすべて指定すると、まあ、現行でも8000ぐらいあるわけですよね。これも先ほど繰り返しになるかもしれませんが、やはり長期的な労働需要にしっかりと基づいてですね、例えば先ほど言った介護人材、まあ、2025年に向けて圧倒的に足りないと言われているのであればですね、まあ、ある意味、不足している人材確保のために、まあ、戦略的なと言ったらいいか分かりませんが、メリハリのあるですね、指定をするべきと考えますが、いかがでしょうか。
田村厚生労働大臣。この教育訓練でありますけども、老精神でもですね、やはり就職につながる可能性が高い、こういうものでなければならないわけでありますし、また長期にわたってですね、やはりその能力が生かせる、そういうような教育訓練でなければならんということでございまして、そのような視点から、講座をしてまいりたい、指定してまいりたいというふうに考えております。当然のごとくそれぞれの方に合わせて、要望もありますでしょうから、それを聞きながらどういう職に就きたいかということも含めて聞きながら、それぞれまた指定講座に対して、どれがいいですよというようなアドバイスもしていくわけでございますので、そこをしっかりやって無駄がないような形につなげてまいりたいというふうに思います。合わせて言われる通り、その労働需給、これも十分に考えて、やはりこれ指定していかなきゃいけないわけでございまして、委員がおっしゃられたところにも留意をさせていただきながら、この事業を進めさせていただきたいと考えております。中島和人君。ある程度やはりその将来を見越したですね、そうしないと、やはり今回雇用保険、大前提として今回の法案私ども賛成いたします。ただ一方では、手厚すぎるんじゃないかと。でそれはやはり、将来に向かってですね、具体的な解決方法を見出した上で、やるということが大前提なんじゃないかと思うんです。で今回の改正案では教育訓練支給給付金の創設というのもございます。これ、45歳未満の方、学び直しですね、そのためにということなんですが、一方では、学び直しのためにですね、生活費まで、確保すると、これを雇用保険でやはり見るのが本当にどうなんだと。でそもそも安定した、職を作り出すという観点からいきますと、それなりに覚悟もいると思います。一生の仕事として、学び直してこれから、リスタートを切るという意味であればですね、安易にですね、生活費の、補助までして、やっぱりダメだったからまた違うのっていうことではなくてですね、しっかりとその覚悟の中で、将来を見据えたですね、一生の仕事として、雇用の定着安定につながるような、そういう再就職、雇用の安定でなければいけないというふうに思います。就業促進手当は早期の再就職を促すことが目的だと思いますが、一方ではその、長期離職者、早期の方にはこういう補助になるわけですが、長期離職者の方に対する、今後の今の考え方ですね、先ほども言ったように、一生の仕事として、手厚すぎる再就職を早くすれば生活にも補助するよというのは一方では手厚すぎる、そんな中で長期離職者もたくさん問題となっているという、今どのようにお考えになっているかお聞かせください。岡崎職業安定局長。離職期間が長くなりますと、いろいろ本人の意欲その他問題があると、そういう意味でまず早く就職させていただくというのが重要だろうというふうに思ってまして、そのために雇用保険の受給期間中にの就職を進めていくというのが基本ではございますが、そうはいってもなかなか難しい方々がいて、長期間離職されている、あるいは一回その就職を諦めてまた出てこられる、そういう意味ではその間の期間が長い方もおられます。でそういう方々につきましてはやはりまずそのきちんとしたカウンセリングをして、どういうことをしたいのかということをしっかりハローワークでも把握させていただく。でそういう中ですぐ就職できる方につきましてはそのカウンセリングの中で次の就職先をお世話しますが、なかなか難しい場合にはこれは雇用保険制度の外側になりますので、求職者支援制度と新たな仕組みも今あるわけでありますので、そういったものも含めて次にできるだけ安定した仕事に就くような努力をしていくと、そういうことでできるだけ丁寧にかつ必要な能力開発等も組み合わせながら指導していきたいと、こういうふうに考えております。中島克人君。他にも通告してあったんで時間なので、最後に質問だけ、現在の労働市場、先ほども言ったようにですね、雇用保険制度でカバーされている方だけではなくて、新卒で、就職できない若者やアパートの方々など、非正規で働く方への対策が大前提だというふうに思います。雇用保険の改正だけで対応できるとは思いませんし、一方で、雇用保険にカバーされている方に対してやや手厚すぎるという、内容も含まれているかなというふうに思うんです。ただ、実際にはですね、政策効果をしっかりと分析をしていただいて、
制度のあり方そのものを検証することが重要ではないかということを、まあ、その趣旨、必要性、コストに比した政策効果について、この大臣に最後、ご見解をお伺いして質問を終わりたいと思います。田村厚生労働大臣。十分なお答えになるかは分かりませんけれども、まあ、育児休業給付の引き上げという意味ではですね、これは男性のみならず女性も含めて、まあ、女性80何パーセントと言ってますけども、そもそも一締めでもう離職される方が多いですから、そういう意味ではまだまだ取得率低いと思います。その取得率を上げていきたいというふうに考えております。それからですね、今言われた職業訓練の話でありますけれども、これに関しましてはやはり、まあ年長フリーターの方々中心にですね、やはりしっかりとした職に就いていただきたいと、こういう思いがございまして、資格を取っていただいて頑張っていただきたい、このような施策効果を目指しております。それから再就職手当の見直し、これはなるべく早くですね、働くことによってモチベーションを維持していただきながらですね、次の就職につなげていただきたい、こういう思いでありますし、暫定措置の見直しに関しましてはまだまだ業種によってはですね、雇い止め等々厳しいところもございますので、そういうところに対して対応させていただいたと、こういうことでございます。ありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。